はい、こんにちは。物欲のよじ、もんもんだよです。今回ご紹介するのは、お財布です。お財布。ヤマトーさんというところから発売している財布なんですけれども、このヤマトーさんは先日紹介したラウンドファスナーのコインケースですね。ティート・アロンソというコインケースを販売している。私が長く使っていて非常に思い入れある商品、名前が変わったということで実店舗行って実際購入した商品をご紹介したんですけれども、その時に合わせて一緒に入手したお財布ご紹介いたします。ブライドルレザーって皆さんご存知ですかね。私購入するの初めてなんですけれども、このようにカタログをちょっと見させていただきますと、よくこの表面にね、白い粉というか、実はこれローなんですけれども、ロー付けにされたレザー、もともとはバグに使われていて、まあレザーの中でもね、最強の強度を誇るというね、このブライドルレザーなんですけれども、非常にブルームと呼ばれるこの白い粉が特徴で、使い込むうちにこの白いローが取れてですね、非常に深みのあるツヤが出るという経年変化も楽しめるレザーになっているということです。革製品非常にね大好きで、ブライドルっていうのも見た目でね、白い表面に粉がついているのでパッと分かったんですけれども、これまで使用したことがなかったので今回使用してみたいと思います。このねブライドルレザーの2つ折り財布という商品を今回ねご紹介いたします。箱はこんな感じで、ヤマトーさんのロゴがこのようにシンプルに入っていまして、ティート・アロンソのミニラウンドファスナーコインケースと同じようなね箱になっています。あとは注意点であったり、やはりねメイドインジャパンということで非常にこだわりを作って作られているというところは感じさせられます。あとは若干ね色落ちがあるかもしれませんよということで、まあこういったね色付きの革製品はね、お決まりの注意事項かなと思います。ではご対面、じゃじゃんと、おお、このように白いローブルームが表面に出ていますね。これねカビとか汚れとかね思われるかもしれませんけれども、ローです。ローですので使用していくうちに綺麗に取れる、まあ、気になる人は最初から取っちゃうっていう人もいるみたいですけれども、まあ、私はこのまま使おうと思います。いや変化が楽しみですね。で2つ折り財布、長財布と迷ったんですけれども、実はねあんまり長財布私使ったことがなくて、お札を折らないようにやっぱ長財布を使っているというね方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、私のようなサラリーマンはポケットに手軽に入るという観点ではこういったねコンパクトな2つ折り以上の財布が人気なんじゃないかなと思いますし、使い勝手もいいかなと思っています。こんな感じで、しっかりとした非常に綺麗な革ですね。使っていくうちにどんな表面変化が訪れるかが楽しみです。コバの仕上がりも非常に綺麗。まあ、レザークラフトをね、ちょっとかじっている身としては、やっぱこういうコバのね、仕上がりとか、勉強になりますね。見ちゃいますよね。どうしてもレザークラフトね、まあ、作るものといえばこういった、サドルレザーを使った非常に分厚いね、いかにもレザークラフトしてるっていうような感じのしかね、作れてないんですよね。まあこのミシンを持ってないっていうのもあるかもしれませんけども、こういった太いね、手縫い、そして、まあ、こういった感じ、これも今使ってないですけれども、こういったヌメ革の変化ね、あとこれはバッファローレザーですかね、で作った、財布ですが、こんな感じで、やっぱ結構いかにもっていうね、レザークラフト感満載のものを結構使ったりもしているんですけれども、やっぱりちょっとビジネスシーンにおいては、まあ、ちゃんとしたというか、ブラックの財布を持っておかなきゃなということで、今回このブライドルレザーの、まあ、男は黙ってブラックというカラーチョイスしました。ネイビーも結構かっこよかったんですけども、ブラックです。内張りはブラウンになっています。非常にオーソドックスなタイプですね。こんな感じで、小銭入れが、二つに分かれた小銭入れがありまして、ボタンで留めるタイプです。そして、この小銭入れの裏、そしてカードケースの裏にもこのようにポケットがありまして、カードは1、2、3、4枚入るようなタイプになっています。このね、交互に若干革の色が違う色使いされていて、このあたりもアクセントになってね、非常にオシャレですね。こんな感じでブラックとブラウンの組み合わせの非常にシンプルなブライドルレザーの財布です。そしてこのように札入れは2つに分かれていますので、これも使いやすそうですね。お札とレシートだったりというのを分けておけます。
これは非常にベーシックで長く使える財布じゃないかなと思います。ブライドルレザーは結構硬めなのでね、馴染むまでに時間がかかるということなんですけれども、愛着持って長く使っていきたいかなと思います。ちょっと軽く入れてみましたけれども、サイズ感としてはこんな感じです。非常にねゆったりとした、カードもキツキツじゃなくてスムーズに出し入れができますし、このあたりのね小銭も問題なくねアクセスできるかと思います。そしてお札、ちょっと今1万円札を持ってなかったので今5000円になるんですけれども、これぐらいのサイズ感です。ですので結構ね大きめといえば大きめ、ゆったりとして入れれるタイプの2つ折りになります。奥行きはしっかりとこのように札を入れると、ちょうど見えなくなるぐらいの縦幅あります。そして横幅はねこんな感じで、真ん中にお札を持ってくるとこれぐらいの余裕がありますので、結構ゆったりと入れられるんじゃないかなと思います。厚み的には今こんな感じですね。やっぱりこの経年変化ね楽しみですね。ということでこちら価格は 1万7000円ということで、ブライドルレザーを使ったこのようにしっかりとしたお財布ではね非常にリーズナブルかなと思いますので、皆さんもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。実店舗ではもちろんのこと、ネットショップ公式のねオンラインショップでも購入できますので、この動画の商品の感じを見てね実際にショップに行くのもよし、ウェブサイトで購入するのもよしですので、気になった方は参考にしていただければ幸いです。あ、ちなみに一つ言い忘れましたけれども、メンテナンスグッズもね合わせて購入してきました。このようにこれ珍しいですね、ハイテクレザープロテクティングプロテクションクリームというのと、レザークリーニングワイプスソフトクリーナーという汚れ落としと栄養補給のね、こちらはクリーナーのセットです。おそらくここに布、染み込ました布が入っていて、服タイプだと思いますけれども、ちょっとねまだね使い始めなので、カバン一つ2個ぐらいのサイズを拭けるということなので、さすがにこの財布だけねこう使い切ってしまうのはもったいないかなと思いますので、他のレザーグッズも合わせて使用してみたいかなと思います。こちらも2個セットで販売されていますので、気になった方ねチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで今回はヤマトのブライドル2つ折り財布ご紹介いたしました。今回も見てくださりどうもありがとうございます。